はい、どうも花見です。ではスバセカビート編続きやっていきたいと思います。早速ビートの話を聞きましょう。時間がね、宇田川町に急ぐぞ。なんか前回ね、宇田川町に行こうっていう話になったんですけど、ごめんね、西口バスターミナルから始まってるんだけどあのね、いろいろと、歩き回ってみて、ちょっとピグノイズがめちゃくちゃ出現してるなっていうのがあって、ちょっとそっからやっていこうかなと思いますね。どこにいるの？どこ？これ広いんだよね、西口。あ、いたいたいた、もやい、もやいのとこだ。何がお望みだい、今回のピグノイズは。いや、殺伐とした、うわ持ってるけど育ててないわ、それ。どうぞお帰りください持ってきます、持ってきます。持ってるよ、それ。育ててないんですよ。あ、これこれこれ、音名。やり方は、空間をこうすると衝撃波が発生し、全ての敵に連続でダメージを与えると同時に、状態異常 HP 減少することもある。どうしようかな、ここら辺をちょっと変えて、1個だけ変えて、空間をこする方、そしたらいけるんかな、うまくこすれるかな私いたいた、あの子擦ってる、こすって、あー、いってるいってる、やべやべ、いっちゃうよいっちゃうよ。おお、ちょっとよく分かんなかったけど、あ、でもロリータマイク、なんだロリータマイクかロリータマイクってなんだよと言葉を区切るところを間違えてる。なんだ、マスターかな、違うか、あ、マスターだ。ロリータマイク、空間をこすると衝撃波が発生し、全ての敵に連続でダメージを与えると同時に確実に状態異常防御力減少にする。これに似た、さっき陰陽を使って倒せであったけど、似てるってことですね。なるほど。あれ、私何使ってた、炎のやつ使ってたよね、パイロキネシス。違う、あ、これこれをちょっと最近使ってるんで、はい、よっと。ちょっとごめんね、動画の前半はそのピグノイズ探しにちょっと翻弄しちゃうかも。いないね、こっちはいないと、ピグノイズさん。あとさ、なんか今回さ、ちょっといろいろやっとって、デパートにも行けるのね。今回多分前半、地図、渋谷中を行けるんじゃないかなって思うぐらい自由なのだから。あ、こっちピグノイズいた、ごめんね、見てなかったいないや、いないや。で、その行けるから、どこでも、だからこっちのね、デパートにさ入れるようになったの、久々に、すごい久々って思って、で、やったか、財布買えるって思って見たらですね、この999,999円まで所持できるセレブの財布が欲しいんですけど、オリハルコンとダークマターが必要らしくってえ、どこでダークマターって手に入んの、見たことないよ。この多分ビート編で結構終盤まで来てるはずなんだけどさ、またのご来店お待ちしております。くっそここで買い物したいのに、って感じ。まだ買えないのかな、ちょっと調べておきますね。ダークマターどうやって手に入るんだろう。おー、ピグノイズ、うおら、もうほんとこうやってさもうついでに全部やってるわ。黒色ノイズ、南本がなんか復活してたっぽいじゃん、前回。そうだもんで、その
黒ノイズがさ普通にうろうろするようになっちゃってるの。前回いなかったのにね、小西さんの小西さん編になってからはさだいぶ平和になった感あったのにね。あの小西は戸西でやばいけど、うおいな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 い。南本が復活したことによってあれかな、黒ノイズが増えちゃったのかな。今ちょっとごめんね、連戦バトルしますね。はい、連戦終わりました。ちょっとね今ダークマターのありかもう調べてたんだけど、何この、え全然わかんないんですけど、どのこと言ってるの。なんか南本翔さんなんか戦ったじゃんね、吉和編で。で南本翔さんをハードで倒したらなんかダークマター手に入ったかもみたいな感じがありましてですね、ちょっと悔しいね。ノーマルでやっちゃってたからね。え、あと何、パンテーラカンテスって何、何のこと言っとんの。いちいちさ、あの何覚えてないんだよね、そのモンスターの名前表示されないしね、戦ってる時ってこうやって見ない限りさ全然予習とか復習ができないんだよね。わかんねえわ。後でもう一回しっかり調べときます。でんで、これよこれ、ピグノイズね。ほいほい、え何したらいいんですか、ちょっと様子見。逃げられちゃうよみたいな。あれかな、必殺技で一気に倒した方がいいかな。まあ、ちょうど溜まってるしね、やろっか。全部消してやる、このやり方でいいのかな。あ、間違えた、いい、おい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 、うーん、はいはいはい。もう揃ってない時の地獄。3.8。 最近 6. 何とかまでいけるようになってきたんだけどね。嘘、あ、効かないんだ必殺技。ニク君の攻撃しか効かないパターンでは。あ、もう分かった分かった、これあれよ、地震を起こせばその場にとどまるっしょ。みんなさっき取った、これ地震じゃないの、この全員に与える系やりましょう。空間こする系、感覚を取る、あれかな。ハードなのがいけないかな。ペグノイズ HP クソデカとかになっとるかな。おお、え、あ、めっちゃリブート遅っ。ちょっと待って、リブートっていうか開始時間遅っ。嘘でしょ、 9.6 秒で使える、ふざけないで。使い物にならんな、それは遅すぎる。んー、どこどこ、地震起こす系持ってたよね私、アースシェイクみたいなやつ。あ、これ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 、何秒でできる。お、即時起動、よっしゃ、これでいこう。即時起動&いや、もうこれでいこう。わかんないけど、感覚を研ぎ澄ませろ。アースシェイクで引き抜くなよ、そこだ。え、微動だにもしねえ、いやマジか。はーん、はーん、はーん、はーはーはー、全然効かんやつじゃん、アースシェイクをものともしないやつ。ほんまか。どうしようかな、久々にここいらやろうかな。
カップ系ね。久々にちょっとココイラ使ってみようかな。これ即時起動？即時起動。もう即時起動じゃないとあれだ、あの豚たちは逃げてしまう。感覚を研ぎ澄ませろ。くそー、倒したい倒したい。全部消してやる。ちょ早いってマジで。ビートも来んの遅くないね。ビートもマジ即時起動にしといてほしい。おめえだよ、即時起動で来いや。うお、なんだ、全員倒してないよ。我慢態度かい。そんな必要じゃないですねそっか、なるほどね。はい、じゃあちょっとフラフラしていいかな。ピグノイズを全員買っていきたいな。感覚を解き、これやばいよね。一般人がさ、赤い手にもう黒ノイズ混んで、赤いチカチカになってるもんね。なんかあのバッジをつけてる人たちなんだろうねこのランダム出現の死神ね、数えきれないなんたらかんたらね、やばいな、めっちゃ洗脳されとる、怖っ。これもあのエリアをまたぐとランダムで出現するっていう死神たちなんだよね。なんか賞金首でさ襲ってきた連中とはまたちょっと違うよね。もう洗脳された時の、やめて。ちょっとでもビート来ないじゃん。ビート、ビート来て、ビート来て。はいあー1万円と5000円。いやーもう財布欲しいな、財布が欲しいです。999万まで入ることができるやつ。トワレコの人はあれ洗脳されてないでしょうね。いらっしゃいませ。洗脳されてないな平和だな店。買ってあげよう CD だけは全部。ありがとうございました。仲いいからトワレコの店員さんと。あ、ちょっと待って、ごめんね。いや、うるせえなもうランダム、ランダム。確率高くない？ 3 回に1回は、3回レイディアまたぐと、大概いるみたいな。めんどいから、必殺技使おう。はい。お、ネク君がサラダ消化したよ。ネク君ご飯食べ食べタイムしないと。あ、ピグノイズいるね。の前にご飯。ご飯。何食べようかな。てかネク君ってさ、どんくらいがふさわしいっていうかいい攻撃力って一般的にどのくらいあるの、この時点で。みんな皆さんは100とかある攻撃力上げよう。このフードはもう食べられません。うわマジか、8個スロットが必要だわ。ないね。攻撃力とかさ、防御力が上がるのって最低でも8スロット必要だからね。まあ、あと勇気になっちゃうもんな。勇気か。金駒さんとこで買ったマフィンでも食べるか。なんつった今。大したことないっつった今。いたいた。何がお望みだい。持ってねえよ。持ってるけど。バイバイ。
これね。いや、敵を抑える続けることで、はいはいはい、やるやる。おい、いいね、順調。クイックエレメント、オビートくん、味噌ラーメン消化。ビートくんもご飯食べ食べたい。ビートくん結構上がったと思わん？あんなにちょっと心もとないパラメーターでしたが、でもあと6スロットしかないからな、秋が今日ご飯食べれるの。そういう時はコンポタージュよ。腹には腹には溜まるね。ちょっと今日羽駒さんのとこ行きたいんだよね。行けるかな、羽駒さんハウス。羽駒ハウスに久々にキャットストリートに来た。うっそ、キャットストリート行けんの？ここまで来て、マジからしいです。うるせえ。はいはいはい、数えきれないなんたらね。はいはいはい、分かった分かった、はい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 。もうだるいね、このランダム出現。本当に、じゃあちょっとスクランブル交差点まで戻りますね。ちょっとスクランブル交差点から行くよりもこっちから行った方がなんか近い、千鳥足海岸に行けるしね。こっちから来ました。こっちにいないかな、ピグノイズ。あ、いるね。ちょっとこれだけやっていい？集中して。あ、クロノイズおる、やめて。めっちゃおる、ピグノイズ。どうしよう、どこにいるんだ。めっちゃいい。ピグノイズじゃない、クロノイズね。クロノイズ邪魔だな。よし、ピグノイズだ。ピグ、あ、違うんだよ。いや、邪魔だ、邪魔すぎる。違うんだよ、ピグノイズをやりたいんだよ。集中しろ。はい、一般号の割り振りって何？この順番で倒さなきゃ。必殺技効果ある？サイエー、嘘。あ、必殺技効果ない系なんだ。くっそ、もったいねえ。だる。もうクソだるくなってくるな。やっぱあれだね、ハードだから超硬かったんよね。
なんかもらったけど、なんなんだ、ノーマルにしよう。はい、じゃあもう多分ね、大概のビグノイズできたんじゃないかなって思うんで、もう行っていいですか？そうだそうだ、ここの人たちで終わったんだったね。ちょっと話しかけよう。お、社長、社長、数えきれないこの世の不幸を断ち切るために、この救済の光を。怖すぎる、何の宗教入った？さすればここは幸福の場所となる。怖、すなわちそこは素晴らしき世界。何、コンポーザーってない、信仰宗教を確立する男なの？おいおい、そこどけよ、やんのかこら。なんだ、俺の声が聞こえてねえのか？こいつ様子がおかしいぞ。数えきれないこの世の幸福を断ち切るために。怖すぎるだろこのセリフ。なんだ、何言ってんだこいつ。いやいやいや、君たち散々さっきまでこのセリフ聞いてきたよ。さすればここは幸福の場所となる、すなわちそこは素晴らしき世界。こいつ電波入ってんじゃねえか。電波系の。おい、来るぞ。電波系の感じね。わあ、この鳥嫌いなんで私。嫌なんですよ。嫌だ。はい、倒しました。お、ご飯食べきったね。ん、ビート、ビートのパートナーバッジのブートリブート時間が短くなる。よっと、攻撃力ありがとう。1万円、何だったんだ今の死神。いやいや、今まで散々さ、エリアチェンジした時にランダムで出現してたやん、同じのが。わからないけど、明らかに様子がおかしい。もう街の人たちがみんなそれだからね今。おい、レク、そういえば街が静かじゃねえか。うん、やっぱバッジつけてる人間はやばいよね。確かに、いつもと違う、静かすぎる。おい、スキャンしてみようぜ、何かわかるかもしれねえ。おう、スキャンしてみましょうか。やばいよね、みんなこれだからね、このてんてんてんってやつさ、このやば、みんな洗脳というか。あ、なんだこれ、みんな同じことを考えてる。怖っ。数えきれないこの世の不幸を断ち切るために、この救済の光を。さすればここは幸福な場所となる、すなわちここは素晴らしき世界。やばい、目も赤いもん。あの様で社長、ありえねえぜ、おかしいだろ絶対。バッチを取れ、バッチを、バッチを奪え。何が起こってるんだ、ネク。おい見ろ、やっぱみんなレッドスカルバッチつけてるぜ。やべえよ、キャットキャットだよ、もう芝沢キャットじゃん。でもこのレッドスカルバッジを流行らせろよってしたのは誠じゃん。で、誠の会社がこのバッジを流行らせようとしてたじゃん。だから結局あの社長社長さ、なんでこれ流行らせようっていう話になったんだ。やっぱキャットから話持ちかけられたんかな、このバッジ流行らせてくれませんかね、あなたのなんかその営業力でみたいな。ん、待てよ、そっか、わかったぞ、俺わかっちまった。なんだ、間違いねえ、コンポーザーの正体はキャットだ。それはない。いきなり否定かよ、なんでそう言い切れるんだよ。うん、私もちょっとビートの考えをずっと持ってるけどね、どう考えてもキャットだろう、一緒だしね、参加者バッチとレッドスカルバッチ、こんなに似てんだ。似てるっていうか、もはや一緒やん、色地なだけやで。同じやつが作ったに決まってんだろう。キャットは、キャットの正体はお前を助けた羽駒さんだ。羽駒のおっちゃん、羽駒って、あのおっさんが、マジかよ、あの人がキャットだってのか。キャットは有名だからね、渋谷人にとっては。羽駒さんみたいな、身近な人だったっていう、超有名人が身近な人だった。
ってことは金駒さんがコンポーザーなわけない。まあな、尊敬しとる人がね、コンポーザーであってほしくないという猫の気持ちもあるよね。なんでよ急に、ムキになんなよ。なんだかこんがらがってきたぜ。っていうか、羽駒のおっさんがキャットって確かなのか。どうしておめえ知ってんだよ。羽駒さんがキャットっていうのはヨシュアから聞いた。まあ、ヨシュアが嘘ついてるとは思えんからね。これは俺も間違いないと思う。ヨシュアは嘘つかない男だったから。ヨシュアっておめえと一緒にいたお坊ちゃまか。大丈夫か、信用できんのかよそいつ。ヨシは俺のパートナーだったんだ。俺はあいつを信用してる。おお、ネク君本人の前で言ってくれそれ。俺はあいつを信用してるじゃあやっぱり羽駒のおっさんが。ヨシはコンポーザーを探してたんだ。そうね、お前と同じでコンポーザーになるために。え、コンポーザーになるためだったの、ヨシはって。なるためだったのか。そう、ヨシは。それに羽駒さんも協力してた。ってことは自分を殺そうとしてるやつに自分が協力してたってことか。でもそれってヨシアってやつが踊らされてただけじゃねえか。羽駒さんは俺に世界を広げろって教えてくれた。世界あ楽しむためには世界を広げろって。でもこれじゃ真逆だ。こんな渋谷、渋谷じゃない。だから違う。てかそれなんか無理ねえか。うん、難しいことはわかんねえ。でも確かなのは渋谷の街がおかしくなってる。それをやってるのはコンポーザーってことだ。そしてコンポーザーが誰だろうとぶっ潰す。時間がね、さあ行くぞ。いや、羽駒じゃないのか。違うの。うわ、今日ストライド入れないじゃんこの緊急事態にマブスラはやれねえってか。やってないけどな私。うるせえな渋谷行きたいだけなんだよもう何回やったこの30分ぐらいですごいやったよ。引き抜くなよ。お、確かにビートのブ、何その起動時間がすげえ早い。めっちゃすげえ。なんかビートさ、今までのパートナーの中で一番使いやすいと私は思ってるんだよねその連携が取りやすいっていうか、ネク君のバッチとの連携が。そこだ。リブート時間もうちょっと早くしてほしいな。早くなったんだろうけどね、これでも。次行くぞ、次。おいよっと。オッケー。変なことブツブツ言ってる。1000円。うわ、久しぶり。うわ、何もうイベントばっかりマジ東急ハンズの色してるな。あ、なんだこいつら。こいつらもおかしいのか。よし、渋谷ヘッズだけは無事でいてくれ。あった、やった、西村さん。いらっしゃいませ、お客様。お目が高い。お目が高い。はい、買わせて。もうほんとずっと、もうどれだけここを買いたいと願い続けたことやら。クソ買うわこれがあればエンドレス。よっしゃ、もうずっと欲しかった。そして今お金があるからさ、もうガリ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 超買える、超嬉しい。豪遊だぜ。よっしゃ、またのご来店お大事にね。こんなにサプリメント買ったら不安がっちゃうよ。西村さん大丈夫ですかみたいな。めっちゃおるね、やば。一人ぐらい。あ、間違えた間違えた。なんだよお前、おいおい、なんだよ。囲まれてるぞ。ちょっと待って、ストーリーを進めるつもりはなかった数えきれないね。はいはいはい、その呪文、はいはい、さすればここは素晴らしき世界ね。
戦うしかねえみてえだな。もうサプリメントか、ただあげじゃん。はいはい。もうめんどくさいからやろう。めんどくさいと必殺技をやりがち。あ、間違えちゃった。やったー。ヒート君攻撃力絶対高いよね、今までのなんか、だからやり方の問題かな。今もしかしてシキちゃんとかやったらもうちょっとうまくやれるのかもしれんけどね、慣れてなかったからね。はあはあ、これで全員倒したか。あ、なんなんだよこいつら、わけわかんねえことブツブツ言ってよ。一体どうしたんだよ。渋谷の街だけじゃない、死神たちもおかしい。 UG と RG で何が起きてるんだ。 RG にも影響があるからやばいよね。やっぱりあれのせいなのか。もうみんなのバッジを奪え奪え。なんかサイコキネシスかなんかで奪おうぜ。おいネック、考え込んでる暇はねえ、鉄仮面を探すぞ。あ、よっしゃ、探すというところで終わりますね。もう大変だってね、なんか今回ほとんど最初ピグノイズの話になっててごめんやけど、はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。